モーリサ・タンチャロー・エン・ウィードンは、アメリカ合衆国の女優、歌手、ダンサー、テレビプロデューサー、脚本家、作詞家である。アジア系アメリカ人あり、性は、大起源であると述べている。オクシデンタル大学で学び、そこで戯曲を執筆していた。父の富・タンチャロー・エンは、ハリウッド映画の輸送コーディネーターであった。弟のケビン・タンチャロー・エンは2009年に、 フェームフェームでデビューした映画監督である。2009年4月19日、ジョス・ウェドンの弟で脚本家のジェドウィードンと結婚した。若年期の彼女はプリティインピンクというガールバンドのメンバーであった。彼女がループスにより化学療法が必要と診断されるとバンドは解散した。2008年公開のウェブシリーズドクター・ホリブル・エッシング・アロングブログでは 共同脚本を務め、グルーピーの一人として出演したほか、DVD のオーディオトラックの曲を歌っている。テレビシリーズ、ドールハウスとオリバー・ベーネでは、スタッフライターとストーリーエディターを務めた。また、ドールハウスでは、キロ役を務めたほか、第1シーズン第13話、エピタフ1のリメインズを作詞、歌唱している。テレビゲーム、ゼルダの伝説のパロディ番組、 ザ・レジェンド・オブ・ニールの第2シーズンのエピソードザ・ムシカルではゼルガの歌声を務めた。2009年8月17日に公開されたザ・ギルドのパロディ曲アバターのビデオではバックボーカルとダンスを務めた。スターズのシリーズスパルタカス・ゴッド・オブ・アリーナではゼド・ウィードンと共に脚本家として参加した。彼女はまたスパルタカス2にも参加した。 また、私は、ラブリーガルで、ストーリーエディターと脚本家を務めた。2012年のジョス・ウィードン監督映画、アベンジャーズには、ジェドと共に参加し、その後3人は、マーベルと ABC の、エージェント・オブ・シールドのパイロット版の脚本を執筆し、さらにシリーズのエグゼクティブプロデューサーとなった。ありがとうございます。